バトルの方始めてください。どうしたんですか、はい、ちょっとアナウンスのお姉さんがすごい感極まったような声になったんですけどバトルスタートしますね。あれは銀河アンドミルクですよ。おっと逆逆に来ました。でも くつろぎ選手、くつろぎ選手、ゲンガー&ミミッキー、そしてゲンガー&ミミッキーのスリーブを使っているのはサーナイトニンフィアということは、まあはい、まあ言ってしまえばミラーっていうミラーではない。マツリカは1ターン目に使えるの強いですね。なるほど、ミミ来ましたけども、サーナイトニンフィア、はい、さあ出てくるんでしょうか、ミラクルマジカル GX。いやー狙ってるとは思いますけどね。ですよね、中盤以降出てきたりするともう本当に困りますからね。実質ミラーはい、さあジラーチ置いてのマーシャドウが出ました。破れかぶれ使いましたかね。強いです ね、 ね、初手破れかぶれでどんどん回転させていきます。回転していく表情のこの真剣さがいいですね、アルバ選手。いいですね、力強い。破れかぶれ、破れかぶれなんてことを言いそうにない表情ですね。いけた、はい、ありますね。女性の破れかぶれ、破れかぶれっていう感じで使われてないですね。そうですよね、完全にそうですよね。やられましたね、破れかぶれ感があまりないですね。さあさあ本当に、まあ、陽性の歌、エネルギー加速もねありますからね、かなりいいと思いますよ。妖精の歌、そしてカレードストーム、ミラクルマジカル GX、まあ、ゲンガーミミッキュ対面で、はい、エネルギーが2枚ついたのがまず強いですね。強いですね。そしてとエネルギー拾ってきますね。さあゲンガーミミッキュ、あこれいきなりあれですよ、強い方のホラーハウス来ますよ。あでもいけるのかな、できるのかな、難しいか。エネルギースピナーで拾ってきまして、エネスピ2枚、はい、してこれホラーハウス GX 通常だと一旦待ちなんですけども、何らかの方で2枚ついていれば、手札が7枚になるように山札引くのか、そっかそっか、変えていくんですね。なるほど、どうする、7枚ずつ。さあエネルギースピナーでエネルギーがいっぱい来ましたね。めちゃくちゃ持ってきましたね。エネルギースピナー、エネルギーダクダクしてますけども、これはもしつけて、うーんでその後でも種がどうなんでしょうか。ベンチの展開はまあでもしなくてもいいですからね。 GX 来ましたね、やはりホラーハウス GX、はい、できないできないです、手札から出すことで、はい、はい、これで次のターン、アルバス選手は手札からカードを出すことができないということで、まあ、実質1ターンやれることがないということですね、はい、ただ技は打てるので妖精の打ったかな、はい、はい、使ってますね、はい、行きましたね。これで妖精の打ったエネルギー、フェアリーエネルギーを2枚まで自分のベンチポケモンに好きなようにつけることができます、はい、ただここで出せないので、まあ、ジラーチにつけるしかないんですね、とにかく。まあ、でもこれで付け替えでしてしまえばそうですね、いいところですね。カレードストームでエネルギーが付け替えられるので、はい、まあ、クソルギ選手サポート使ってないので、うん、結構厳しいですね。やはり破れかぶれハマってるかなと思います。うん、かなり刺さりましたね、破れかぶれが、まあ、エネルギーすごい持ってきてレシピ圧縮してましたが、はい、まだちょっと引いてないみたいですね。さあこれ2枚でポルターガイストが打てるようになりました。相手の落ちているのはグッズ2枚です。ただジラーチがいるということはかなりのトレーナーズが入っている可能性高いので、とはいえ手札の枚数数えるともう一撃では倒せないでしょうね。そうですね、届かないですね。なんとかもう少し手札をリフレッシュはさせたいと。あでも使いましたね、フランスチャームがついていて2枚ですね、100ダメージ。ミステリートレジャーとチャームがありましたね、フェアリーチャーム。これで100ダメージ、残りは160、ちょっとまだまだ遠い状況。さあこのターンしかし動くことはできます。さあアルバス選手、ポケコプリズムスターの姿が見えましたか。なるほど、さあアブソルですかね。アブソルですね、アブソル来ました。
強いアブソル。さらにもう一枚を後ろに出しましたね、サナイト&リンピア。これはでマーシャドウ、なるほど、もう一回やるのか。はい、これですね、悪の覇気、はい、そうなんですよ、逃げるためのエネルギーが一つ多くなるということですけども、さあどうなんでしょうか。ここでエネルギーが3枚つきました。これでカレイドストーム打っていきます。さあこれで好きなようにエネルギーを付け替えて、後ろのサーナイト&ニーフィアにしっかりとディラーチからエネルギーを付け替えていきます。これで2枚目のアタッカーもほぼ準備完了ということですね。これ鶴木選手相当辛いですね、はい、おそらくアルバ選手手札にもうないので、トレーナーズ、うん、そうですね、なんとかして手札を増やしていかないといけないという。さあミックスハーブ2枚、これはちょっと厳しいところではあります。まあ、自分自身の手札も辛いというのがなかなかですね。ミックスハーブ2枚使っての回復ですね。さあびっくりボックス使って何を戻す、やっぱりロスト、あ、ネストボールですね、ごめんなさい、ネストボールを相手の手札に増やして、これで50威力を上げていきます。でこれで3枚かな、1枚か、とりあえず1枚ですね。そうですね、綺麗に落としてましたからね。いや、さあこれでミラクルマジカル GX で落ちての盾がいなくなってですね、アルバ選手の勝利、おめでとうございます。いやー、ちょっと楠木選手手札というか、やはり破れかぶれが効いたって感じですかね。そうですね、うん、まあ、最初の破れかぶれで、まあ、エネルギー持ってきて、手札に持ってきて結構山札圧縮してたんですけど、うん、はい、まあ、ちょっともう一匹ポケモンが欲しかったですね。そうなんですよね、後ろになんとか控えられればもう少しあったんですけども、いやー、よと見事、見事にアルバ選手が勝利いたしました。サーナイト&ニンフィア、いやでもこのちょっと悔しいですね、なかなか。そうですね、なかなか、まあ、1旦目に、祭りか使われていて、はい、ゲンガー GX の G… あ、ゲンガー&ミミッキュの、はい、ホラーハウス GX でエネルギーがつけられないみたいなところが、はい、ちょっとケアというか一旦遅れさせることができなかったので、そういうところもちょっとありましたね。そうですね、時間が少なかったというか、はい、いや、それ以上に相手のスピードが速かったっていうのもありますからね。いや、なんとかもう少しこう安定を出すことができればだったんですけども、いや、でも面白い試合見せていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、サーナイト&ニンフィア、今日は初かな、画面に映ってくるのは初めてですかね、出てきてくれましたね。こちらもかなりやっぱり強いというか人気ありますからね、ちらほら見ますね、見た目もありますし、見た目はありますが、あとはやっぱりミラクルマジカルっていうのがいいですね、名前がいいですね、ミラクルマジカル GX。 さあそれでは先ほど勝利いたしましたアルバス選手お越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おかけください。では、マイクをお待ちいただきまして、どうも、はい、まずは、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。現在は、無傷4連勝そうですね、今4-0ですね、はい、どうですか今日は、もうじゃあ好調、まあ、今日はかなり好調ですね、かなりいい感じで。先ほどの試合とかを振り返ってみていかがですか、自分自身の感想。そうですね、まあ、やっぱりちょっと先行を取るとかなり強いデッキの構成になっているので、うん、まあ、じゃんけん勝ったところで、はい、まあ、手札見て、まあ、これは結構いけるなっていうのがかなりありました。なるほど、あの初手というか、はい、あれですね、やはりまあ NA2 つつけ、さらに破れかぶれが相当刺さったと思うんですけども。そうですね、はい、まあ、マーシャドウを先行で出すっていうのが結構コンセプトになっているので。そうなんですね、はい、まあ、自分がちょっと作ったデッキではないんですけど、はいはい、知り合いが作って、はい、まあ、そのデッキをシェアしてもらったっていう形になるんですけど、はい、まあ、ちょっとまあ、その動きができたらかなり勝率はいいので、うん、まあ、
今日ちょっと、まあ、じゃんけん全部勝ってるっていうのもあって全部先行で一旦目にその動きができていてかなり強いっていうのがあります。いいですね。なんかやっぱここ最近いいこといっぱいしてる。そう徳を積んでるから。そうですね、まあ、席を譲ったりとか荷物をまあって感じですね。なるほど。井上さんどうですか、こうお聞きしたいこととか何か。どこまで聞けばいいのかっていうのがちょっとあれなんですが、まあ、答えられる範囲で、はい、まあ、答えられなかったら全然あれですね、サナトニーフィア以外になんかアタッカーとかってちょっと見えてこなかったんですけど何かあったりするんですか。はい、そうですね、まあ、一応ゼルネアスがアタッカーになっています。プリズムスターの。そうですね、なるほどなるほどなるほど。じゃあ基本的にサナトニーフィアで、まあ、押していく150のカレードストームと頭に100。そうですね、はい。手札がゼロにするっていうのも結構入れてます戦略で。そうですね、手札をゼロにするのはあまりやらないというか、まあ、ほとんどやらない、まあ3エネの200点技でジェックス技は、まあ、使ってるって感じです。まあ、そうですよね、はい、大丈夫です。なるほどなるほど。ということなんですけども、さあ今日の、まあ、試合4連勝なんですけど、それぞれどうですか、相手として、はい、対戦した時の相手のまあデッキが分かると思うんですけども、はい、このよっしゃこれならいけるって感じだったんですが、それともこれは苦手だけどなんとか勝てたっていう流れだったんでしょうか。そうですね、まあ、1本目2本目が、まあ、多分カラマネロ系のデッキなんですけど、はい、ギラティナが結構厳しいことがあるので、うん、まあ、ただそのどっちも先行1ターン目でマーシャドウして、まあ、そのカラマネロもその進化デッキなので、はい、まあ、マーシャドウがかなり刺さるっていうのがあって、うん、まあ、先行取れて、まあ、ちゃんと動けたら、まあ、勝てるっていうのをちゃんと拾えたかなという感じですね。じゃあ本当今日のプレイングはもう今のところほぼ完璧。そうですね、まあ、今のところはまあ想定してた通りになってるので。お、じゃあこの後まだここから予選としては折り返し地点なんですけども、はいはい、意気込みといいますか教えていただいてもいいでしょうか。そうですね、まあ、そのせっかくシェアしてもらったデッキなので、うん、きっちりとその入賞ラインに入って、はい、まあ、ちょっと貢献しようかなと思います。はい、ありがとうございます。この後も素晴らしい戦い期待しております。はいはい、ということで見事勝利しましたアルバ選手お越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。